my life. ケンゴ、みんな優しいですけどね。あれだ、ナギちゃん。いや、何してもなんかオッケーみたいな。優しいの多分意味が違うと思うんですよね。あいつはほんまに先輩をふざけ、舐めてるので、そうやってね、おちょくってきても笑って流すので、それが優しいと勘違いしてるんじゃないかなと。まあ本当にサポーター対応を見てもにこやかにやってると思いますし、まあでも僕には優しく、僕が大使に優しくされたことは一切ありません。はい、いないっす、本当にいない。誰だ、誰、誰、まっちゃん、うまいっすよね。ボール取られないし、ボール受ける場所は、まあ、すごい、来た当初から僕がすごい感じてました。それはもちろんしゅんさんとかもいるんですけどね。よしとさんとか、いや、大使の方が普通にサッカー上手いと思います。あとは大使は体が柔らかいので、ボールを運ぶときとか奪うときにやっぱり相手が思ってる以上のところに足が出るんで、そういうところが、大使のボール奪う力が優れてるとこかなと思いますけど。健太郎さん、いじりたくなる。いや、結構欲しがってるし、ちっちゃい、どんなちっちゃなことにもちゃんと突っ込んでくれます、健太郎さん。いや、大使は本当やっぱ沖縄人っぽくて、訛りもまだそんなに抜けてないし、たまに本当みんながえ、なんて言ったのみたいな感じのシーンがよくあって、そういうところも可愛いキャラの要因かなと。顔はワイルドなんですけど、そういうギャップにやられますよね。適当、サッカーしてる時としてない時だと別人だねってよく言われます。真剣にやってるよねって。はい、普段は普段ヘラヘラしてるんですかね。俺が、ありがとうございました。ありがとうございます。